こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解はなんか C か D ですよね。じゃあ A とか B とかはなぜダメなのか。そうです、どちらを選んでも名詞が2つ連続してますよね。じゃあトミさん、思い出すだけでございます。名詞が2つ並んだらということで、皆さんこれでしたね。関係代名詞の省略、まあ、最近の動画でもお伝えはしたんですが、名詞が2つ連続してると関係代名詞の省略。ただし皆さん、念のため右側も注目ですよね。名詞が2つ並んだ後に他動詞で、後ろに目的語置いちゃいけなかった。で、果たして空所の右側そうなってるかと言われたら、まず真っ先に分かるのは B 動詞で、 B 動詞の右側は保護でしたね。で、その動詞に対する主語はもちろん文頭の名詞、これで皆さん SVC 完全で、なおかつ皆さん B 動詞、皆さん後ろ保護ですからね、自動詞でございます。ですからこの下の形になっていないので A と B は×で、あと残った選択肢は C か D かですが、オンにしても、レイブにしても、やっぱり動詞。ですから、自動詞なのか、他動詞なのか。で、空所の右側も確認すると、後ろ名詞がおりますので、空所のところは他動詞を入れれば OK ですね。で、あとは C と D。どっちが他動詞ですか？そうです。正解は C。で、もちろんオンですから、所有している。所有してるよー。なーにょー。ということで、やっぱり他動詞。で、一方、リブは皆さん、後ろ前置詞、インなんかと併用しますよね。そうです。前置詞と併用するんですから、自動詞。ですから、やっぱり正解は C ということで OK です。じゃあ、トミさん、意味内容を確認いたしますので、真ん中あたりご覧ください。人々がアパートを所有するという考え方。そういう概念は文末。この国では新しい。そんな感じで、よろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上で隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。